オールドトラフォードのこの作り危ないからやめた方がいいと思う。で、同じミレオザフトボールでーす。ね、ピッチから外側に向かって傾斜になってて、なおかつその外に溝あるっていうね、タッチライン際にね、こう走っていくときに、うわ絶対俺怪我するって思いながら走っちゃいそうですけど、というわけで始まりましたトークザフットボール、今日も楽しくサッカーの話していきましょう。サッカーソングヒップホップアルバムよろしくお願いします。というわけで今日は内容盛りだくさんで、まずはですね J リーグの話、清水対鹿島戦ですね。僕ですね、J リーグのことを語る理由がですね、まあ日本代表に強くなってほしいと。なので日本代表にね選ばれる選手だったり、今後ね選ばれるんであろうなみたいな選手を中心に語りたいんですけど、そういった選手が、まあ、この試合多かったです。まずはですね、この試合内田選手のね J1 復帰戦だったんですけれども、タイトルになっている通り、その前にですね鹿島の三沢選手、この選手がすごく良くなっていますね。僕的にはですね中盤の潰し屋的な役割で、まあ、縦にもパスつけられるっていう選手のイメージだったんですね。それがですねプレーバリエーションが増えてて、まあ、かなりですね実戦経験をですね積んできたことによって落ち着いてる感じになったんですね。それでですねすごくいいなと思ったのが、当然ね守備の当たりが強いところは、まあ、今までの評価をですねより上げるような活躍をしてて、攻撃の時ですね、先日の動画で取り上げた、まあ、相手が2トップでですね守備を、仕掛けてくる時にですね、後ろが2センターバックだと数的同数になって苦しいと。そこをですね、まあ、鹿島時代が、ポゼッションサッカーにですね、こう重きを置いたっていうか、そっちもできるようにするためにですね大岩監督が、まあ、キャンプで仕込んだらしくて、2センターバックの間にですね、三沢選手がすごくスムーズに置いていってゲーム作るみたいなことをやっていまして、なおかつ攻撃の時はですね、失った時の出足が速くて、また危ないところもですね引いた守備の時はちゃんと潰してるっていう、本当ですね日本のブスケツになってくれるんじゃないかっていう風に期待をですね持たせてくれるような働きをしていました。でね、日本のこのポジションやってるのは長谷部選手ですけども、長谷部に関してもねやっぱり年齢的な衰えっていうのは出てくると思いますので、この三沢選手がですね今後どんどん伸びていったらですね、日本のそのアンカーと呼ばれるポジションですね、守備的なミッドフィルダーのポジションはですね、まあ安泰と言いますか、未来は明るいかなっていう風に思っています。そしてここからはですね日本代表のこの内田選手の復帰戦、この日本を代表するサイドバックの復帰戦でですね出ているサイドバック、辰田、そして松原、こう安西、この3人日本のですね未来を担う、若きサイドバックたちなんですね。辰田に関しては19歳、そして松原に関しては1996年生まれなんで21歳ですかね、ちょっと、数間違えてたらすいません。そして安西選手に関しても1995年生まれなので、22歳ですかね、なんでですね非常に若い選手たち、今後のね代表に入ってくるサイドバックが、出ているということで、内田選手の背中を見てっていうようなプレーになったんでしょうかっていう感じなんですけど、まずですね辰田選手、この試合がですね、本来、ここをね務めるはずの選手がちょっと名前忘れちゃったんですけど怪我しちゃって、それでですね出番が回ってきた感じで、まあこの1試合だけで判断するのは難しいのですが、ただ対人守備、この試合立ち上がり初っ端からですね鈴木優馬にガツンってやられたんですけど、それにおじけづくことなくですね、一生懸命頑張っていまして、ピンチも塞いでいましたので今後の活躍楽しみです。そしてですね、松原浩選手、左サイドバックですごく頻繁にオーバーラップします。この回数がね、この清水のサッカー自体が奪ってね早く縦に仕掛けるみたいなサッカーで、ポゼッション型じゃないのにこれだけ高い位置に出ていけるサイドバックっていうのは元々の運動量がすごいんだと思いますし、クロスのねスピード自体も上がってるように感じますので、今後日本代表でですね、こう見られればいいなっていうふうに思います。今日本代表に呼ばれてる車屋よりもすごくダイナミックなねその上限運動とか、そういった武器を感じますので、僕は松原を呼んでみてもいいのかなって思います。ただハリル的にはやっぱり身長っていうところとか、そういったところをですねまあ気にしてるのかなって思ったんですけれども、身長自体今見たら182センチあるんで、ぜひ呼んでほしいですね。というわけで続いてですね内田選手、いい復帰戦でした。素晴らしかったですね。右サイドから、すごく落ち着いてですね、まあ、ビルドアップに参加していまして、なおかつですね裏に出ていく相手のですねサイドバックが前に出ている時に裏に走った選手にいい裏抜けのねスルーパスを出していましたし、またクロスもいいものを上げていたと。このね鹿島のですねサッカー自体が前線の金崎ムーとかが動き回ってそのサイドのスペースを使いますので、その辺でですねあんまり押し込んでもですねサイドバックが深くまで上がるみたいな、そういった展開は少ないのですが、その中できちんとバランスを見ながら、攻撃していましたし、守備のところでもですね、松原高等の対人のね1対1の守備ですごく落ち着いてねピンチ塞いだりとか、そういったところがありましたので、ウッチの復帰戦としては素晴らしかったと思います。そして僕が一番語りたくなったのはこの安西選手ですね。この選手左サイドバックでスタメンで出た後にですね、自分の前の阿部選手が、まあ、交代しまして、山本選手が左サイドバック
バックに入って、この安西選手が左のサイドハーフに入りました。でその後ウッチが84分に交代して安西選手を右サイドバック務めるっていう、めちゃくちゃですねユーティリティなところを見せつけまして、最後まで運動量が落ちていないんですね。後半ですね80分超えのところでもボールがですね奪われた瞬間に逆サイドでねボール待ってるうちから一気に戻ったり、そのボールある位置によってすごく細かくポジションを取り直します。そういったところを頭使ってサッカーやってる感じで好印象でしたし、両足も蹴れるようなプレーを見せてくれました。ここからですねクロス精度とかがどんどん上がっていったら、より楽しみなサイドバックになると思いますし、鈴木優真選手が決めてたらみたいなクロスも上げていましたので、両足を蹴れる、左も右もできるサイドバックっていうのでですね、今日本にいない長友佑都の後継者っていうところでこのまま成長してくれればいいなっていうふうに、そんな風に思う素晴らしい活躍でした。というわけで、日本代表のですね明るいサイドバックの未来を語ったところで、ここからですね海外サッカーですね、マンチェスターユナイテッド対チェルシー、この試合ユナイテッドが2対1で勝利しました。この試合ですねユナイテッドのモーリーニョ監督とコンテ監督の戦術合戦、ツイッターでもちょっと言ったんですけど、こう来たかじゃあこう行くぞ、じゃあ俺はこう行くみたいな、そういったね目に見えない攻防がありまして、それをですね解説の人がふわふわ伝えてまして、まあねそれもしょうがないんですけれども、リアルタイムでやってるんで、ただこれをですね伝える人は誰だ俺だということで今日はやらせていただきたいと思います。スタメンこんな感じでした。はい、ユナイテッド 4-3-3 チェルシー 3-4-3 って感じで、まずチェルシーのスタメン、アザールをですね左のウイングに使って、モラタをトップに使ったのは、ユナイテッドの攻撃がですね基本的にはカウンターで早く攻め切る形ですので、アザールがですね 5-4-1 で左のウイングからね、サイドハーフに落ちた時も、そのですね左の守備の戻りの遅さとか、まあスライド守備のですね緩さとか、その辺でね、空いたほころびを使われるっていう心配が他のポゼッション型のチームよりないっていうところが、まあこの、布陣に出たのかなっていうふうに、そういうふうに思いました。そしてですねユナイテッドの方はですね 4-3-3 で左マルシャル、右サンチェス、これでねまあ適材適所に置いたのかなぐらいの感じで、ポグバも使われたしみたいな感じで、一見ですね普通のユナイテッドに見えるんですが、これがですねがっつりチェルシー対策だったですね。というわけでどういう風に対策したかを分かりやすくフォーメーション図作りました。こちらです。はい、分かりにくいですね今分かりやすいと思ってあげたんですけど、この矢印とか黄色い丸とか白い四角とか全部意味ありますので説明します。これですねユナイテッドの意図としては、4-1-2-3 なんですけれども、まずですね2センターバックでモラタに対して1人がチャレンジ、1人がカバーといった形で、まあここは守ります。そしてですね2シャドウ、ウィリアンとアザールに対しては基本的にマクトミネとマティッチがですねマンマークでつきます。これがスタートポジションが逆だったりすると受け渡すんですが、試合の序盤はこういった形です。そして両ウィングバックモーゼス・アロンソには、両サイドバックヤング・バレンシアがですね、マンマークでつきまして、カンテにアポグバ、そしてドリンクウォーターにはサンチェスが下がってきてつくって感じで、こういった形でほぼマンマーク、状況によって受け渡さなきゃいけないときは声を掛け合ってマークを変えるっていう、そういったやり方をしていました。なのでマルシャルが高い位置でですねカウンターの役割、つまりですねボールを奪った瞬間には、マルシャルにですね、まず攻撃の起点になってもらうっていう形に、なっていました。でルカクの場合はですねこのクリステンセンやデュリガー、この2選手がですね、まあ、ボールを持って上がってきた時にそこにマークについたりですとか、サンチェスの位置によってはドリンクウォーターのマークを自分が担当したりとかしていました。こういった形でガチガチにチェルシー対策をですね、選手それぞれに落とし込んできたと。なのでこれがですねまあ普通にですね、守ってる時は良かったんですが、チェルシーの先制点ですね、その場面ではセットプレーからのカウンターを食らった場面でマクトミネーがですね、一旦ウィリアンにつくと、でアザールのマークを外さなきゃいけない、なのでここで受け渡しが発生するんです。この受け渡しからウィリアンにそのままついていくっていうのが遅れたことによってあの先制点につながりました。なのでこういったところはですねマクトミネーの、まあ、若さが出た部分だと思いますし、こういった、まあ、マンマーク戦術に、しているですね、まあ、弊害といいますか弱点が出た部分だと思います。でこのまま、モーリーナのプラン崩れ去るかと思ったら、そこはルカクをはじめとした個人技ですね、まあ、特にルカクがすごいですね。あそこでポストプレーでもうクリステンセンをぶっ倒しまして、ね、クリステンセンがまたぶつけたっていうところはあるんですけど、そのポストプレーからですねそこだけで終わらずにマルシャルに入ったボールを、まあ、落とす位置をきちんと予測してオフザボールの動きをして、クルトワが守るゴールを落とし入れたって形で、まあ、最終的にですねルカクが、追いついたゴールが、まあ、モーリーナの戦術ではないんですけれども、そういった子をベースとしたですね作戦を取っている、まあ、マンチェスターユナイテッド、モーリーニョのユナイテッドですので、まあ、先制点入れられた試合はですね勝率が悪いのもうなずけますし、ただこういったね個人技が爆発するとそれによってですねまたプランを取り戻せるっていう、まあ、そういったユナイテッドの特徴がよく表れてると思います。まあ、強いて言うならチェルシーの守り方が 5-4-1 になりますと、中盤のね前の位置で起点を作られるっていうところはあるんですけれども、あのシーン
に関してはルカクじゃなかったらああいったゴールにはならないと思いますので、まあ戦術面よりも選手のそういった能力の高さ、ポテンシャルの高さを上げたいと思います。そしてですね、同点になった後、まあチェルシーの場合はですね、狙いどころとしてまずですね、一人一人のマンマークをずらすためにポジションチェンジを頻繁にします。ウィリアン・アザール、この辺のツーシャドウはどんどんポジションを入れ替えますし、普段チェルシーがやってる攻め、アザールが外に流れたらアロンソが中に入ってくるみたいな感じで、それぞれマークのズレを作り出します。プラス裏に抜ける、マークをですね、まあ縦に走っていくと当然ですね、バックに、マークを受け渡さなきゃいけませんので、その辺でですね、アザール、ウィリアンが裏を狙って、スモーリング、リンデルフに受け渡すか、もしくはそのままマクトミネーだったりマティッチがついていかなきゃいけないみたいな、そういう迷わせる形を何度か作りました。ただこの回数自体は少なく感じましたので、もっとしつこくですね、ウィリアン、アザールが裏を狙ってね、そういったマークをね、無効にさせるような動きをしてもいいかなって思いましたし、そこにどんどんボールを出していっていいかなっていうふうに、思いました。で、もう一つやるべき点としては、このオレンジの線ですね、モラタだったりですとか、まあ、このね、3センターは結構流動的に動きますので、まあ、トップの選手にって言い方にしますけれども、そういった選手にボールを当てて、後ろ向きでボールを持たせて、相手のね、プレス、まあ、かかる前だったりですとか、まあ、足が届く前に落として、アザールだったり、ウィリアンだったり、モラタ、この3選手前向いたら強いですから、こういった選手に前向きでボールをですね、持たせるっていう、まあ、そういった形をですね、やれればいいなっていうふうに思ったんですけども、そういった縦に入ってその後落とすっていう形が、少なかったのも気になりました。クリステンセンがすごく頭を使ってですね、ユナイテッドのマルシャル、ルカクの2トップの、守備になりますので、3センターバックなら誰かが持ち上がれるってところで、クリステンセン持ち上がってパスを出していたので、そういったところで前線の連動でポストプレーからの崩しっていうところがあったら、相手もですね、すごく対応に、ユナイテッドも対応に困ったと思います。そしてモーリーニョ、マルシャルに変えてリンガードを投入します。この交代の意図ですね、サンチェスの運動量が少し落ちてるっていうのと、マルシャル自体もですね、ボールを失った後の奪い返しがあまり、早くありませんし、プラスドリブルの仕掛けもそこまで、この辺はハマっていませんでした。なのでサンチェス、この能力ありますし、その辺で守備のね、タスクから解放してあげて、そのサンチェスが担っていたドリンクウォーター版のね、仕事を、まあ、リンガードにやらせます。まあ、それによって、前線の攻撃をフレッシュにしたことにより、逆転弾が生まれます。まず、ルカクが裏に抜けていって、このね、よくこのチャンネルで取り上げる、3バックのですね、サイドの裏のスペース、そこに抜けていったところに、この試合ですね、まあ、先ほど、マークの受け渡しをずらしてしまってはいたんですが、守備頑張っていたマクトミネが長いボール出します。それによってサイドの深い位置に起点ができますので、センターバックもずれていますし、マークのずれが生じます。そういったところで後ろからリンガードが飛び出してきて、あのゴールを決めたと。なのでこの辺は、きちんとですね、ルカクの、相手のね、弱点をついた3バックの弱点をついた動きと、そこにちゃんとボールを出せたマクトミネのね、そういった意図も素晴らしいと思いましたし、技術も素晴らしいと思いましたし、きちんとですね、飛び込んでいけるリンガードをですね、投入していたモーリーニョの戦術っていうのも良かったと思います。ただコンテもこのまま終わりません。アザールよりもですね、サイドの守備をきちんとできて、なおかつ裏に飛び出せるペドロを入れて、それだけでは追いつけないということですので、続いてジルを投入しますね。これによって先ほどとの違い、このね、モラタ1人に対してリンデルフ、スモーニングが見てれば良かったところが、ジル、モラタの2人に対して2人、つまり2対2、このね、図に書いてあるような状況になるんです。こうなるとモラタがですね、サイドに流れたら一気に起点を作られたりとかしてしまいますし、中で待ってるのはジルー、ジルーに気を取られたら後ろからウィリアン・ペドロ突っ込んでくるっていうところはありますので、コンテとしてはすごくいい手を打ったと思うんですね。ただここにですね、モーリーニョはきちんとすぐ2分後ですね、バイリーを投入します。バイリーを投入して3バックにすることによって、後方の守備をですね、きちんと安定させつつ、時間を使って、時にはルカクだったりポグバ、リンガードのカウンターを使ってっていう感じで、試合を終了させたと。まあ大まかに説明すると、こういった戦術的な駆け引きがありました。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。こうやって見るとね、マクトミネ今回頑張っていましたけれども、やっぱりここにね、経験のある選手、受け渡しのところで、あそこでね、もしもあの先制点のまんま行ってたら、チェルシーが勝ちましたし、ルカクのスーパーゴールがなかったら、そういったところでマクトミネのね、ところに入れられる経験豊富な選手欲しいんだろうなって思いますし、マルシャルとかはね、すぐ追うのやめちゃったりとかですね、そういったまだね、未来がある若者なんで、そういったですね、切羽詰まった感ないですけれども、ヤングだったりバレンシア、またですね、スモーリングとか、この辺はですね、後がない、もうユナイテッドとの契約を勝ち取らなきゃっていう状況で、モーリーノにもうお尻叩かれながら一生懸命プレーしてるんで、こういったですね、マンマークで誰にですね、責任の所在があるかは分かりやすいっていうようなですね、守り方をさせられると、めっちゃ頑張るのかなっていうふうに、そういうふうに思います。個人個人の、まあ能力とですね、まあ戦術とかいろんなね、面白さが詰まった試合でした。というわけで皆さんのコメントもお待ちしております。レオザフットボールでした。ボーイ。
ご視聴ありがとうございました。そしてコメントチャンネル登録よろしくお願いします。他にもレオザ2フェイスの音楽とかレオザゲーム TV のゲーム実況、こちらも気になるよという方は下のもっと見るからぜひ。